久保さん。今回、黒歴史にしましょうか。黒歴史の黒。黒。ね、マージャンまあ、黒字ではなかったですね。赤にしましょうか。赤。赤、赤ってやってるかな赤。赤。あ、赤ありますね。レザレクション。黒にしましょう。まあ、黒字には出なかったけども、黒歴史みたいなね。でも、その黒歴史が、 黒字を読んでるっていう。あ黒歴史が黒字を読んでるでいいんじゃないですか。そう。ねやっぱ僕もね、一生忘れないでしょうね。でも、あの経験ができたっていうのは、他の一般の人は,は経験できないじゃないですか。まあ、従業員を雇って、その、なんだ、雇用して、面接をして、まあ、自分、普通だったらね、自分が面接しに行く側なので、採用する側、給料を払う側っていうのは、ほとんど多分、人生の中でないですよね。 なのでまあ僕はすごく非常にいい経験したからこそまあまあ黒歴史ですけどね僕も、まあ、だからその吉永さんが帰れないから僕たちも帰れないんですよとブラック会社ですねみたいな感じでねいや売上上がってねえからやってんだけどなみたいなん、ね、<laughs> なんかあれはねすげえ言われましたね本当にうーん あれは忘れないですね。まあ、多分その時部長だったと思うんですけど、部長だったような気がする部長が帰れな、ない遅くまでやってるから僕たちも帰れないですよ、みたいな。うんちょっとショックでしたけどね、あれは。まあ、ショックだった、すげえショックだったから、あの、ずっと多分覚えてるんですけど。<laughs> 多分堀江さんのね、そんなの意味あんのみたいな。これも一生忘れないですね。そんな意味あんのみたいなね。<laughs> ほんと、久保さんの、 <laughs> あの再現がまさにその通りで久保さんあの場にいなかったのにねまあいろいろ見てきたのかわかんないですけこうか、ね、目,目もショしショーしてねそ意味あんのみたいな <laughs> まあ一生忘れないですよあ、ね、も <laughs> う,ん、そうまあでも僕もね一人でこうあのまあそのブレない理由っていうのがやっぱそういう黒歴史があるから今が。 しっかり黒字が出るかなっていう。やっぱあの、まあ、やっぱね、あの、固定費に苦しめられたっていうのがやっぱ多いので、やっぱ従業員の、従業員のやっぱ固定給、基本給ですよね、これの固定費ですよね、人件費、まあ、あとは、ま、会社のね、最終的に150万ぐらいの,あの賃料のところに行ったんで、その150万の賃料がね、重かったっすよ。まあ、最初は良かったんですけどね。 まあセミナールームもセミナーもガンガン使ってたんで、まあ途中からセミナーしなくなっちゃったんで <laughs>、最初はね、セミナーガンガンして毎月ガッツリ売っていくぞみたいな感じでセミナールームも借りるぞみたいな感じで借りたんですけど、まあ、表に出ない。いろいろとね、まあ変わるもんですからね。だらまあまあ、固定費をね、だ一番ね、やっぱ利益残ったのはね、あの、渋谷の時ですかね。 渋谷の時は一番利益すげえ上がったっすね。ほんとに。うん、そうだから大きくしないっていうのを学びましたね、僕は。大きくしない方が、あの、お金が残るっていう、単純に。うん、そうだから僕も、まあ、さすがにここ4万2000円なんで、あとね、二三万払うとね、一軒家とか住めるんですよ。 2、3万ぐらい頑張ってもいいかなとは思うんですけども、まあ、別にここで十分だなっていうね、結構いつも葛藤するんですけど、もうここ5年、もう6年目なんだよね、ここ。うん。ここ6年目でちょっと飽きてきたっていうのもちょっとあって、ちょっと広い、ね、2、3万払えば一軒家ですよ。しかも新築でこの前あって、平屋で 3LDK で8万ですよ。3LDK 平屋で8万、賃貸。 一軒家だったらこれ、あのコロナもちょっとあれだから合宿とか結構まあ、なんかいろいろあれかなと思ったりとしたりするんですけど、まあぶれないようにしますね、そこは。そこはちょっとあの、そこは欲を、欲というかね、その昔のその黒歴史、まあ2、3万なんですよ。でも2、3万ですらケチるというか、まあここでも別に十分足りてるので、うーん。 まあ、動画撮影なんかもアングルねちょっと変えまあ久保さんほとんど変えないですけども僕はちょいちょい変えるんですけどまあそれぐらいじゃないですか別にうんまああと外で撮ればいくらでもアングルは変えられるし別に言ってること変わんないですからね別に <laughs> どこの場所どこのアングルで撮ろうがまあ結局、まあ、こういう感じでやってるので喋ってる内容なんで結局は。 うん。だから広い家に住もうがね、事務所だろうが結局カメラの前なんで結局 <laughs> うん。まあ本当別に一畳でも一畳でもぶっちゃけで,できますよね。ここのこのスペースそのカメラがあってスペースがあれば別に撮れるんでうん。そうでも黒歴史があったから今は黒字で出てますね。ありがたいことにうん。 そ,うだその分ねだからその、ね、お金がやっぱあの去,年今日去年の誕生日が去年の誕生日ね30万のチャリも買いましたし、まあ、これも、ね、70万ですけど、まあ、チャリンコで30万のチャリ買うって僕人生の中でねこんなことがあるんだなみたいなだチャリンコっすよなんかチャリンコって9800円とか7800ホームセンターとかで、ね、チャリンコ9800円とか,か7800円で売ってるじゃないですか。 チャリンコって僕それでいいと思ってたんで。だけど、どうせ買うんだったら、みたいなね。フェラーリは買わないけども、チャリンコ30万だったらいけるぞっていうね。<laughs> そう、フェラーリは買わんけど、チャリンコ30万はどうだみたいなね。うん、でもね、まあ30万言うても昔の固定費150万でしたからね。まあ、てか人件費も入れた、人件費とかもろもろ全部入れたら500万ぐらいですか、固定費で。 だ500万稼いでもゼロですからね500万固定費だったらうーんまあ久保さんのところもね事務所費用あそこのね結構繁華街のね立地は良かったと思うんで、まあ、安くはないとは思うんですけどそうやっぱインターネットってね別にね繁華街とか関係ないですからね,ね久保さんね <laughs> 繁華街久保さんなんか繁華街に店構えてんだけどお客さん来ないみたいですね だから人通りとか全く関係ないんでありがたいですよねネットってうんまあほありがたいですねまあでも僕は黒歴史があったおかげで今があるかなとは本当に思いますねいろいろその考え方がこう研ぎ澄まされたというかそういう経験をしたからこそもう絶対人を雇わない今後何があっても雇わないし、まあ、固定費もできるだけ上げない、まあ、事務所ですよねそこはもうあげないっていう うん、その代わり、その機材とかこういうのはお金は使いますけどね、でももう機材に関しても揃いちゃったらもう、あれなんですよね、やっぱパソコンは入れ替えますけどね、パソコンはやっぱ年々アップデート、まあ、iPhone とかもそうですけども、まあ、そういうのアップデートしますけど、なんかこのマイクもね、多分ずっと使うと思うんで、まあ、5年、10年、まあ、なんかあんまマイクってそんなに変わんないんで。そう 今使ってるこのウェブカメラも多分、もう多分ずっと使うし壊れるまで。一回ある程度揃えちゃうともう買うもあんまないですよね。だからその性能が CPU みたいな処理能力のこの変動があるやつに関してアップデートしますけど、うん、それぐらいですかね。まあチャリンコも新しいチャリンコ買わないし30万買ったけども、多分もうチャリンコ買わないですね、これ以上のも <laughs> うん。 だからね一回揃えると要は何が言いたいかっていうと固定費もそんなにかかんないですよ。ね、高いもの買っても結局ずっと高い、高まあ、安から高くからあるんだけども高いものはやっぱいいっちゃいいんですよ。ね、そりゃそうですよね。ものはいいので、持つんで。 だからね、結構ね、僕ね、失敗、まあ、買い物もそうなんですけど、アマゾンとかね、よくその、まあ、全部が全部じゃないですよ。全部が全部じゃないんだけども、やっぱ安いのと高いのが、アマゾンって露骨でね、チャイナ製の安いものと、その、だから正規のパクったもののチャイナ製とかいっぱいあるんですよ。で、もちろん、その、当たりもあるんですよ。安くていいのもあるんだけど、当たりもあるんだけど、まあ、外れもあるんですよ、やっぱ。でも、その、結構高いやつに関しては、 ズレは、外れ、高いやつでもハズレはあるんだけど、その確率的に言うと、あんまりハズレはないかなっていうところですね。特にマイクなんかそうなんですよ。マイクってピンから切りで、これ3万5千円とかするんですけど、これ本当良かったんですよ。これずっと使うんですけど、で、マイクとか安いのは2千円とかね。そういうのもあるんですよ。でもあんま良くないんですよね。でもいいやつもあるんですよ。安くても。これわかんないですよ。買ってみるとでも、ハズレ率は高いやつはあんまないかなっていうね。 うん、そうだからチャリンコも実際乗ってみてめちゃめちゃ良かったですからねあこれすげえいいなみたいな、うん、買って良かったなと思いますけど、うん、まあこれパソコンも70万で今回あの今年かあの届いてあのフルスペックか MacBookPro16 インチのフルスペック70万もうこれこれほ本当良かったです CPU だから iPhone のでかい版みたいな感じで、C、あのファンがね全く回んないんですよ 全くって言ったら語弊がありますけど、ほとんど回んないんですよね。すげえ静か。うん。iPhone もファンないじゃないですか。うん。だから iPhone のでかいわみたいな。だから本当に 4K、4K ファイルをエンコードしてる、編集して、こう出力してるときちょっと回るぐらいかなっていうぐらいで、本当にパワーめちゃくちゃありますね、これ。だからこれマジですげえす。うん。だ今まではもうノートパソコンで、インテルの CPU のやつは、 動画編集とかもした場合ってファンがブワー回ったりとかすごい発熱がすごいんですよこれはねだからすごいっすねこれは本当良よかったなっていう,うすごいよかったなってう、うん、そうはいな感じっすかねまあ黒歴史を黒字に変えていきましょう そそうそう最後にね僕好きな言葉があってこれね今回僕ドリームアカデミーアドバンスコースのセールスビデオでも入れたんですけどもこれすごいいい言葉です最後にねこれねあのオプラウィンフリーオプラウィンフリーさんっていう人があのの言葉なんですけどもあなたの傷を知恵に変えなさいと。 あなたの傷を知恵に変えなさいっていう言葉があってこれめちゃくちゃいい言葉だなと思うんですよ傷を知恵に変えるっていうで知恵っていうのはそ,それを何だろうなこう知識と知恵の違いって何なのかっていうのをちょっと調べたんですよで知恵っていうのは知識のアップデート版でなんかその知識っていうのはまあ一応知ってるっていうのが知識だけど知恵っていうのは知っててなおかつそれを使いこなせる それを使いこなせる要は、傷を、傷をね、まあ、今回黒歴史、黒歴史を黒字に変えろみたいな話なんだけども、その黒い歴史を活用して、今、うーんその黒字に使っていくというか、黒字展開していくというか、かこれもそうですね、あなたの傷を知恵に変えなさい。まあ、この言葉は結構、人生の生きる肥やしにしろみたいな感じですよね。傷は、今後、あなたが生きていく上での すごく人生の肥やしになる。非常にいいものだよと。知恵に変えればいいものになるよっていう。あなたの傷を知恵に変えなさいっていうのはこれ非常にいい言葉かなっていう。うんそうはい、黒歴史は黒字に変えろと。<laughs> これいいんじゃないかな。黒歴史を黒字に変えろと。黒字に変えなさいと。黒歴史は黒,黒,歴史は黒字に変えなさいっていう。 いいと思いますね。はい行ってらっしゃい。